新たな月級ドラマ、海の始まりがこの夏、期待と共にスタートします。この注目のドラマには、古川琴音が出演することが決定しました。古川は、ジャニーズの人気グループスノーマンの目黒蓮が演じる、主人公、夏の過去の恋人役を務めます。彼女の役どころは、物語の進行において、重要なキーパーソンとして描かれています。 海の始まりは、美しい海辺の街を舞台に、若者たちの成長と再生を描く、ヒューマンドラマです。目黒連演じる夏は、街の中心である漁業に従事する若者であり、その魅力的な笑顔と、真摯な態度で、多くの人々に愛されています。しかし、彼には誰にも言えない、過去の恋人との思い出があり、その思い出が彼の現在の人生に、 大きな影響を及ぼしています古川琴音が演じるのは夏の過去の恋人アヤ彼女は夏と共に過ごした時間が深い絆となり今でも夏の心に強く刻まれていますアヤの登場により夏は過去の出来事と向き合うことを余儀なくされ物語は予期せぬ方向へと進んでいきます古川は今回の役に対して この役を演じることに非常にありがいを感じています。夏と彩りの関係は非常に繊細であり、それを丁寧に精一杯演じることが求められますとコメントしています。彼女の情熱と真剣な姿勢がドラマにさらなる深みをもたらすことでしょう。また、監督や脚本家からも古川のキャスティングについて高い評価が寄せられています。古川さんの持つ 独特の存在感と演技力がこの役にぴったりです。彼女ならではの視点で彩りというキャラクターに命を吹き込んでくれることでしょうと、制作陣は彼女に大きな期待を寄せています。海の始まりは、目黒連と古川琴音の新たな共演が話題となり、多くの視聴者から注目を集めています。彼らの織りなす複雑な人間関係と、海辺の街で繰り広げられる、 感動のストーリーが、どのように展開していくのか、見逃せません。この夏、心を揺さぶる、感動のドラマ、海の始まり。古川琴音と、目黒蓮の熱演に期待しつつ、美しい海辺の風景と共に描かれる人間ドラマに、ぜひご注目ください。俳優の古川琴音が、スノーマンの目黒蓮が主演する7月1日スタートの、フジテレビ系、月ツドラマ、 海の始まり毎週月曜あと9時に出演することが決定した。目黒演じる主人公月岡夏の大学時代の恋人で物語の重要な役割を担う南雲水キなぐも水木を演じる夏の人生は元交際相手の水木の死とともに大きく変わることになりました大学時代に水木と付き合っていた夏は彼女と別れて以来 7年間彼女のことを知りませんでした。しかし、ある日、水木の突然の死が彼の耳に入ります。それは彼にとって驚きと悲しみの入り混じった知らせでした。そして、それと同時に自分には娘がいることを初めて知ることになります。その娘の名前は海。彼女は泉谷星名という名で育てられていました。水木の死の知らせを受けた夏は、 彼女の葬儀に参列することを決意します。久しぶりに再会する水木の家族や友人たちと共に彼は過去の記憶をたどり始めました。大学時代の甘くも苦い思い出が次々と蘇ります。葬儀の場で彼は一人の少女に出会います。その少女こそが彼の実の娘、海でした。初めて会った時の海の目は どこか夏自身を映し出しているかのようでした。水着がなくなった後、海を引き取ることを決意した夏。彼はこれまでの自由な独身生活から一転、父親としての責任を果たすために努力を重ねます。最初は、戸惑いや不安も多くありましたが、海との生活を通じて、彼の心には徐々に変化が生まれていきました。海は、まだ幼いながらも、 しっかりとした意志と愛情を持った少女で、夏の心を癒し、支えてくれました。海との日々は、夏にとって新たな発見と挑戦の連続でした。彼女の成長を見守りながら、夏自身もまた成長をしていきます。彼は、父親としての役割を果たすことで、自分の内面の弱さや未熟さに向き合わざるを得なくなりました。しかし、それを乗り越えていく過程で、 夏は本当の意味で大人になることができましたそして海との生活を通して夏はかつて水木との関係で得たもの失ったものそして学んだことのすべてを再評価することができました水木の死は悲しい出来事でしたが彼女の存在が夏に与えた影響は計り知れないものでした彼女のおかげで夏は海と出会いそして 自分自身を見つめ直すことができたのです。夏と海の物語は愛と成長、そして再生の物語です。二人はこれからも共に歩んでいくことでしょう。過去の傷を癒し、新たな未来を築いていくために、水木の死は二人にとって大きな転機となりましたが、それは同時に新しい始まりでもありました。夏と海の絆はこれからも深まっていくことでしょう。そして、 彼らの物語は続いていくのです。サイレント2022年、富士の脚本、うぶかたみくし、演出、かざま大樹氏村瀬健プロデューサーが、再び結集、人と人との間に生まれる愛と、家族の物語を丁寧に描く、親子の愛、をテーマにした完全オリジナル作品を送る。古川が演じるのは、主人公、夏が、 大学時代に交際していた恋人で、海の母親である水木。夏とは、大学に入学したばかりの頃、新入生勧誘の場で出会う。たまたま声をかけた夏に対して、いぶかしげな様子の水木だったが、夏が、同じ一年生だとわかると急に笑顔で人懐っこく、話しかけてくるように。その後もマイペースに話を続ける、水木に、当初は、 変な子だなぁと思っていた夏も、次第にそのペースが心地よくなり、気づけば、お互い笑顔で話すようになっていく。そして、その年の夏には、交際を始めていた二人だったが、二年生になりそろそろ、就職活動に取り掛かろうとしていたある日、夏は、水木から想像もしていない言葉を聞くことになり。古川琴音コメント。家族になることも、ならないことも、 小さな偶然と選択の繰り返しで、その瞬間に込められた愛がたくさん描かれた作品だと思いました。水木は27年間という短い人生の中で、彼女なりに大切な人たちを愛し抜いたかっこいい人です。その真の強さに演じる私自身が憧れつつも、その強さこそが水木の不器用で弱いところであったり、ぐらぐらと揺れ動きながら、 精一杯に生きていたことが分かり、何度も何度も胸がいっぱいになりました。そんな、水木の生き様を丁寧に、精一杯、演じます。これから、そう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 たる、スタッフの皆さん、キャストの皆さんと、お芝居や対話を通して作っていくのが楽しみですし、視聴者の皆さんの中にも、たくさんの対話が生まれる作品になると思います。ぜひ、お楽しみにしていてください。 プロデュース村瀬健古川琴音さんのことは何年も前からずっと気になっていました何とも言えない特別な空気を身にまとっていて彼女が画面に出てくるといつも決まって吸い込まれるように彼女に目が行ってしまいいつの間にか目が離せなくなっているのです何とも言えない不思議な魅力を持った女優さんだなぁといつも思っていましたどことなく不安定で 捉えどころがないのに、気がついたら、彼女が演じる役に、感情移入している、そんな経験が何度もありました。今回、古川さんに演じていただく水木は、まさに不思議な魅力を持った女性です。何を考えているのかわからなくて、飛びぴしもないことを言い出しては答えに困らせる。夏は、そんな、水木のペースに巻き込まれ最初は戸惑うのですが、それがいつの間にか。 心地よくなっていきます古川さんが浄化もし出す不思議な雰囲気がそんな水木にぴったりだと思ったのですそして水木は大学在学中に夏との子をみごもり夏には何も言わずに一人で母になる人生を選びます母になることを想像していなかった女性が母になる僕は古川さんには少女のような雰囲気があると感じていました 水木もどこか少女のような雰囲気を持っており、その雰囲気をまといまとったまま母になろうとする女性です。古川さんがまといまとっている空気が、水木というキャラクターにリアリティをもたらしてくれると思い、この大切な役をお願いしました。すでに撮影が始まっているのですが、古川さんの水木は想像以上の素晴らしさです。 水木が今はもうこの世にいないと思うと、いつも苦しい気持ちになります。古川さんだから出せる特別な空気をまといまとった水木にご期待ください。